皆さん、阪神タイガースの、選手の皆さん、関係者の皆さんへのメッセージです。皆さん、こんにちは。またなんか着信でね、振動で。2023年10月の31日、21時58分。本日、まあ私の行動としては、まあ当然今日遊んでないですし、まあ歩いて近くの、丸山ダムというところの、河川、まあ向こう側に合流するところなんですけども、昼過ぎから、自宅を出て、撮影しに行きました。まあここまで頑張ってたらね、すんなり頭の中渡しやすくなるんですよ。だけど今日の試合は、渡しにくかったですね。で、途中で工夫をして、その言葉の組み上げだけじゃなくて、プラス動きを止める方法で、まあ、荷重掛けと加える、重ねると書いて、それで頭の中をたくさん渡せるような形。まあ、そのあたりで、まあ、工夫を凝らして、まあ、1点差まで、積み寄ったと。で、まあ、最終回も、一塁塁大山選手と、まあ、好機を作って、まあ、僕の中で頭の中描いていたのは、正直ね、その平野選手は、オリックスの、ボール球がやたらと多かった。で、明らかに周りの雰囲気とかを読み取っていて、今ストライク投げたらまずいなっていうのが分かっていた。だから、まあ、最終的に、2-3 のところで大山選手にフォークボールを選択肢として選んだ。もし出てもまだ満塁っていうこういう心境なんですよ。相手ピッチャーってみんな。で、国際戦ももう大体それですね。あの場面でそういうものすごく大事な一勝がかかってる試合ってまだ満塁まで大抵のピッチャーはいろんな空気感とかを読み取ってそういう選択肢をします。今シーズンの始まりで、どこの球団もそう。3球勝負しに行った人間、ほぼ 100% でみんな打たれてる。で、今日は、3球勝負しに行って打ち取ってる分はあるんですけども、あれはあれで、こちらの方で対応してる分はあるんです。ほぼあるんです。で、その分でね、最後の、フォークボールの投げられたシーン、大山選手残念ながら、振りに行ってしまって空振りという結果になってしまったんですけど、まあそこはね、際どいボールを振っていくっていう僕の言葉を信じてくれたんだと思うんですけども、最後のボールの時、頭の中がほぼ全く大山選手の方に、もう、まあ行ったとしても1、2%、3% 届くかなどうかな程度しか行ってないんですよね。頭の中が、例えばね、もうごっそり言ってたら、絶対振りません。だからね、今日の試合本当は、勝てる試合の感覚なんですよね、僕からしたら。ありとあらゆる要素っていうのは埋めれてますし、まあ正直ね、僕の頭の中で描いていたのは、まあ佐藤輝明選手まで回るだろうなと、これも予想してたんですよ。だからその辺のところで大山選手との意識の食い違いがあったのか、もう読みでね、大体のケースで、明らかにボール球多かったから、あ、これもほぼほぼ満塁になるなっていうのは分かってたんですよ。で、相手ピッチャーの心理としては、大山選手とやっぱり勝負したくないんですよ、4番だし。場面がもう全部一致してくるでしょう。相手ピッチャーからしたら怖いんですよ。淡井圭介のその神がかり的な力プラスの世界が。だから、普通に考えてね、佐藤輝明選手と勝負するのか、大山選手と勝負するのかのところでもう配球大体読めるんですよ。だからまあ、最後、まあ、もともとボール球多かったし、多分満塁にするだろうなっていうのは僕は思ってた。で、そこで頭の中しっかり言ってたら、大山選手もそれを、受け止めれて、ここ多分ボール球投げてくるだろうなっていう意識が大山選手の中で、生まれる。で、バットが止まる。まあ、こういうような形ができてたはずだったんですけどね。で、満塁になるでしょう。で、もう話詰めれてるんですよ。ボール球多いでしょ。佐藤輝明選手、ボール球振らなかったらいいんですよ。もう押し出し。
で、ボール置きに来たのをコンパクトなスイングでしっかりヒット。そしたら、セカンドから場合によってはホームまでほぼほぼ帰ってこれる。逆転、さよなら。こういうストーリーの一歩手前まで来てたんですよ。だから今日の負けは気にしなくていい。何かほんの一つ、本当に、もう本当にずっと紙一重。今日も伊藤選手も、投手として、まあ、点数、まあ、取られた時ぐらいだったと思うんですけども、その前かな、紙一重っていうのを、僕は頭の中よぎって、まあ、伊藤選手の方に伝わってたと思うんですけども、お前やって言ってたと思うんですけども、本当にね、本当にこれ、もう国際戦で僕はもうものすごく激減してるから、本当に紙一重なんですよ。例えば例を挙げると、もう、今年かな、去年かな、今年引退したのかな、去年引退したのかな、ソフトバンクの松田選手、日本代表で、アメリカとの、あれは決勝か準決勝か、それぐらいのところだったと思うんですけども、同点だったかな、それぐらいのケースで、アメリカの攻撃で、ランナーがある程度出ていって、で、ツーアウトだったと思うんですよ。で、ボテボテのサードゴロを、松田選手が、エラーをしたという形で、まあ、その試合負けてしまったんですけど、まあ、そこに僕との、噛み合いがね、うまくいってなかった分が、もしかしたらあったかもしれない。相手も神がかり的な力を搭載してるでしょうし、そこで何かが違ったのかもしれないし、僕は負けてしまったのかもしれない。だから、まあ、その後僕は松田選手に、まあ、みんな見てる前でね、日本代表という、日の丸背負っての試合で、まさかのボテボテの正面の、真正面のゴロなんですよ。普通ありえないんですよ。あんなゴロをエラーするって。これ攻めてるんじゃなくて、何らかの神がかり的な力が作用している。で、まあ、松田選手に送った言葉は、もう自分で自分を鼓舞するしかないから、そのね、何かホームラン打った時とか、ベンチ帰ってた時に自分で、熱おーってこう、気合い入れて。もうその辺やっぱり気合とか、やっぱり、もちろん技術論もあるし、精神論もあるんですよ。両方必要なんですよ。絶対的に。もちろん神がかり的な力もあるし、僕もいつも、その部分のところでね、だいぶ正直苦労したりしてる部分もあるけども、今日の試合も、負けることなんか一切考えてなかった。4点差開かれようが、知らんよ、そんなことって。絶対勝ちに至るよって。もうそういうつもり。頭の中でよぎらない。負けることなんか。投げ出すことなんか絶対ない。ここの一勝大きいっていうことはものすごく分かってるから。で、もうこの悔しさは、明日からの試合で、みんなで、しっかりと正しい。なんかこう、気合入りすぎたら空回りするでしょ。そこは、やっぱりストライクゾーンでみんなはっきりしてくるから、やっぱりその気合が入ってきてる状態って掘りに行ってしまう部分あるでしょ。だからそのあたりは相手は攻めてくる。だから相手はまず最初の方はだいたい際どいところをボール投げてくる。振ってくるかなどうかな。自分がコントロールできてる時ね。まあ、ごく稀に最初からコントロール乱れてるケースとかはごく稀にあります。ただ、これは短期決戦だから、ピッチャーを次々投入してくる可能性がある。だから、まあ、その辺のところで、どちらにしても同じことをするんですよ。ずっとね。選球眼。第一に、まず絶対それ。ボール球を振らない。これは絶対的なんですよ。我々の野球も、日本代表の野球も。絶対的にこれなんです。野球というものの性質が絶対的にそれなんです。で、正直今日の、まあ、頓宮選手に打たれたホームラン。まあ、あれはちょっと、まあ、想定外というか、低めの、ストライクかボールか、まあ、よくわからない。もしかしたらボールかもしれない。もしかしたらストライクギリギリいっぱいかもしれないの、低めのとこ、一応コースは真ん中なんですけども、際どいボールだから、まあ、普通に考えたら、まあ、打たれても外野フライかなぐらいのところなんですよ。ストレートで投げに行ってるから。一応ね、ストレートって、本当は、まあ、もちろんこれ、ど真ん中は話別ですよ。一応、ある程度そういうふうに、
際どいところをついていって、それまでの配球とかいろいろあるんですけどね、ああいうふうなところをホームランってまずなかなかされないんですよ。もうこれ確率でデータ出てるんですよ。で、明らかにもう皆さん野球の試合していて、プロの人の目線でも低めのストライクかどうか分かんないボール球かどうか分からないボールって、ホームラン打ちやすいか打ちにくいかで言うとまずないでしょう、正直。特に広い球場、甲子園とかで。それはね、ちょっと僕の中では想定外だったんですけど、あの辺のところね、ちょっと天秤の方が、最初阪神タイガースが押してたでしょ、1対0で。あの辺のところで、ちょっと僕の方が崩されたかなっていうところで、まあその後、エラーが発生したりとか、普段ないことが発生した。だけども、負けるつもりはさらさらないと。絶対今日の試合勝ちに行くよって。そこはもう気持ちは絶対折れないこと。この辺のところで、まあなんとか1点差まで追いついて、あの場面になったんです。だからそこ最後の踏ん張りどころが、頭の中をしっかり渡せなかったのは僕の方としてはね、すごく悔しいところ。で、それができてたら多分振ってない。で、満塁のケース作れてる。で、平野選手、圧倒的にボール球が多かった。明らかに最初から、フォークボールばっかり使ってる。だからもうそこまで読めてるから、あとは佐藤輝明選手の時に、ほぼほぼの確率でボールカウントが先行する。で、スリーボールになったらもう、ストライクに投げ込むしかないでしょ。で、そこから先は、カウントによるんですよ。正直、スリーボール、ワンストライクだったら、振りに行きやすいでしょ。で、そこで大きなホームランとかいらないから、満塁。ワンヒットでセカンドがもう二人、ランナー、二人帰ってくる。それできたら逆転なんだから、その試合勝ちなんだからっていうところで、コンパクトな振りに行き方で合わせるようなバッティングで。だから、際どいところとかは、それで、芯で取られなかったとしても、ファールで逃げれる。まあ、回避できる。まあ、こういうような形になると。で、そのうち、ストライクゾーンにボール絶対に投げ込んでくる。もしくは、明らかに見た目で、バットが止まるボールを投げ込んでくる、ボール球を。もうこれ。もう明らかにこれ投げた瞬間、あ、これもボールだなってわかるから、バット絶対止まる。押し出し。もう相手ピッチャーアップアップする。もうアップアップってもう焦ってる状態。もうどうしようどうしようの状態が作れる。同点になったとしても。もうその後はもう同じことを繰り返すだけ。これで相手ピッチャー参るから。本当に。もうこうさんって。もう無理だって投げるボールが見つからないって。どうしようって。キャッチャーと相談って。どうしようどうしようって。だいたいそこまではね、ある程度のところで、まあ、とにかくね、佐藤輝明選手まで回るだろうなっていうのを、まあ僕は想定してたんですけど、そこですね、最後の一球。本当に試合って神人よ、本当に。だからこの日本シリーズ、絶対僕は最後まで、絶対に投げ出さない。何点差、差つけられようが。絶対に勝ちに行きますから。まあ、ただしそこは皆さんすること、この気合の話を聞いて空回りしない。すること同じ。絶対選球は。ボール球先行して相手ピッチャーの方が絶対苦しくなるから。これ試合、勝負ごと。そんなところで僕容赦するつもりないから。以上です。阪神タイガースの皆さんへ。日本シリーズ、絶対勝ちに行きましょう。絶対日本一取りましょう。以上です。